はい、マノチです。よろしくお願いします。ペナント中日編やっていきましょう。今日から中日編でございます。いろいろ迷った結果中日にしました。まあ、決め手となった理由っていうのがありまして、あのセリーグの中で多分俺一番中日のことを知らないです。その選手を知らないというか知識がないというか、なんでまあなんだろうすっげえ言い方難しいけど、皆さんに教えてもらおうかなと思ってるんですよね。その中日で面白い選手誰々いるよみたいな、誰々使ってくれでもいいし、まあ普段通りのまあコメントをいただければ、あそんな選手いるんだみたいな。でまあ幸いのことに、まあ今ねもうそのネット社会だからさ、ネットで調べればいろいろ出てくるし、プロ野球選手名鑑見ればその選手の情報もわかるし、まあそういう形でまあちょっと覚えながらねやっていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、で、難易度はいつも通りです。変わらずパワフルでやっていきます。うんで、あ、まずコメント読んでいきましょうか。まあ昨日ね、日ハム編が終わって何々編お願いしますってコメントが多かったんで、まあ今日につながるコメントをちょっと主に読んでいこうかなと思うんですけども、もしその次にね新外国人選手を取るならというコメントなんですけども、いい選手を取ってくれと、取るのはどうだというコメントいただきました。それはね、まあ、コメント読んだからとかっていうわけではなく、俺もそうしようと思ってて、あの外国人発掘のスカウトのレベルを一番高いスカウトに変えておきました。はい、取ります。で、あれですね、ドラフト会議なんですけど、昨日ね動画切るじゃない、終わりますバイバイで切るじゃない、その後にドラフト会議があって、あ失敗したなと思ってたんですよ。でもこの中日編の終わり方がどういう終わり方するか分かんないですけども、はい、ドラフト取るかもしんないですね。よし、やっていきましょう。まずは、外国人選手発掘しましょう。で俺がねもう取りたい選手がいて、もうパパッとちょっと中日を見た感じ欲しいのは、もう守備位置っていうのはねもう野手でいいわ、うん、どこでもいい、とりあえず野手、理想外野手なんだよな。じゃあ外野手にしとくか外野手にしとこうか。で足の速い選手ですねが欲しいなと思った。指定なしでいいかな。何がいいんだろう、何が一番能力が高いんだろう、やっぱベテランになってくるのかな。まあ指定なしで、あのスカウト片倉さんが一番能力高かったんですよ、外国人選手に関しては。まあちょっとこれで足の速い選手を連れてきてもらって、助っ人外国人で盗塁を取るぐらいな感じでいきたいなと思ってるんですけどもね。あんまりね、外国人枠に余裕がないチームなんですよ、揃っちゃってるんですよね。そこがちょっと難しそうですけど、まあやっていきましょうか。まず最初は元気にデフォ設定ということで、平田選手1番なんだ。あ俺ごめん、平田選手1番に関しては絶対変えるわ。あともうごめん、あの勝ちパターンもあんま分かってない鈴木ンブレラだったっけ、あのポーズ取るじゃない、鈴木ンブレラだっけ言われてたの、そんぐらいしか知らないんだよ。あ亀沢さんはいるんだね。あ俺これ絶対打順変えます。まあ最初は元気にデフォセってこれ守るけどね。やりにくくねそうでもないのかな。中日ファンの方からすれば、あ全然こんなもんって感じなのかな。超やりにくさを感じるんだけど、まあやってみようか、頑張りましょう。よし、試合始まるまでに相当喋ったな、頑張ろうぜ。全然関係ない話していい？いよいよプロ野球ペナントレース、やっぱりやめとくわとはならないんですよ。もう話していいって聞いた時点で俺はもう話したいの。まずプレーボール始まってからな。対するドラゴンズの先発は左の小笠原、以上の両先発、熱き戦いが幕を開けます。まあ今今回1軍にいる選手はさすがに俺も知ってるけど もう2軍になればあんま分かんないんですよね。まあ、ネオ君とかね、まあ、今年のルーキー、まあ、有名な選手はいるけども、プレーボール！
は147キロストレート。第9投げた、あっと引っ掛けた。まあできればネオくん以外でコメントいただきたいかな。バッターは3番大島、この選手面白いですよとか。第5球投げた、ここは選ばれた。いいね、走れんの、走れる感じ。盗塁 D か、走力87もあるんだ。80、 A ランクの前半ぐらいかなと思ってた。そんなあるのか、いけるな。まあまあちょっと行ってみましょうか。集中、気合、気合。第9ランナー走った、これはストライク、キャッチャーにいる、これはナイスラン。え、気合、わかんねえ、お楽しみ取っておこう。超楽しそうじゃん、気合。投球は3球目、投げました、空振り。あ、あとなんか応援曲も含め何かあればコメントください。5球目ナバッチ、まあ当たり前だけど全部が全部ね、あの次の回に反映させるっていうのは無理ですけども、まあシーズン通して、まあ CS までいけることを仮定して話せば多分まあ20本以上はにはなると思うんですよ。流し打ち持ってんだ、使ってみようか。第3球は打ちました、ショートバウンド取った。まあ20本あるしね、まあ最初の10本ぐらいで応援曲とかなんかもろもろ含めて固めていければなと思ってるんですけど。左の小笠原マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。え、小笠原選手って何年目、3年目ぐらい。4年目か。あ、要はピンチ、多分集中のパワーアップみたいな感じなのかな。インコース引っ張った、効果が分かんないよね。桑原いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。うん、まあちょっと分かんないことが多いですな。あー、ごめん、今のは俺のミス、警戒すべきだった。小笠原ボールを取る、バックホーム、間に合うか。オッケー、素晴らしい、アウト。あ、もう惜しいね。一塁はセーフ、ダブルプレーなりません。さあ6球目投げました、打った、流し打ち、福田掴んだ。いや、いいですよ。いや、どうしよう、気合、もうそこ使うか、おっかねえぞ、ロペス選手は。使ってみっか。ごめん、タイム、能力確認して、ちょっとごめんね、全く気合が分かってない俺。多分コントロールあたり覚えておけばいいか。コントロール43、45、あと球速149の、いや変わんねえか、それを使ったとこ変わんない気もするな、気合。さあここはきっちりと抑えたい場面です。ああ、カードのレベルが上がった、そういうことか、そういうことか。あ、こりゃいいわ、集中のパワーアップバージョンだ本当に。じゃあボール球、第5球投げました、低め見送って、さすがのファーブ。左対左の勝負になります。通算100号本塁打まであと5本としています。ドラゴンズ1対逆転、初球から打ってったクリーンヒット、やられてんな。そのままホームへ向かった、ドラゴンズ逆転されました。逆転の場面、第3球を投げた、おっとデッドボール、バッターは始まる、きつくね。第6球をランナー一斉にスタート、打った、痛烈な当たり、取って、いやー無念、よく2点で済んだわ。1回が終了しまして、いやすまんね、あの最初のエンドランの時で俺はもうやられてたわ。2回の表1点も追いかけます、ドラゴンズの攻撃、先頭バッター。さあここで勝負に出ました。ラミちゃんはあれか、一発勝負乱発するかタイプか。投球これから2球目、打った、山ボールを掴んだ。
これさ、平田選手ホームラン打ったとするじゃない。で亀澤選手ベンチだけどホームランパフォーマンスで出るっけ。出るよね、確か出るよね。ああ、そういえばあれか、 DH ねえのか。いや、もうこれは盗塁警戒で。松坂選手いるんですよね。動画撮る前にちょっとパパッとですけども選手見てて、あ、松坂選手だと思って。よし、今の場合はさ、三塁ランナーは走んなくていいのか、走んなくていいのか。もし内野かい内野を抜けたら走るって形なのか。もうとうとう中日だけじゃなくて野球のこと分かんねえってなってるからね今な。あ、そういえば松坂選手って打力あるんだっけ、見たいね、ちょっとね。次が4球目、投げました、打ちました、やばっち。平田、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。第3球を投げました、打ちました、ファースト左横のフライになりました。ロペス余裕があります、掴みました。個人的な好みで言えば大島選手と平田選手をただ取り替えるだけでもってところなんですよね、やりやすさというか。さあ、ここで監督は勝負に出ました。次が5球目、投げました、打ちました、いい当たり、ナダッチ。一発勝負いきましょうか。大島ナイスバッティングです。ドラゴンズ、さあここで何を仕掛けてくる。ええと、第2球打った、破った、オッケー。いやー、初ホームランはいつ出るかな、誰が打つかね。素晴らしい。ホームイン、ドラゴンズ逆転成功、3対2。次が4球目、投げました、ストレート、いいよ、外れた、フォアボール、ストレートのフォアボール。ちょっと引っ張りいきましょう、ハマってくれることを願う。ハマんなくても打てる、大丈夫。第6球をランナー一斉にスタート、打ちました、セカンド、これは締まりない、アウト、3アウトチェンジ。3回の表が終わった、3回の裏、これからベイスターズの攻筃に入ります。トップバッターは筒香、最初のバッターボックス、初球打った、抜いていった。守備力になってくるのかな。さあ、ノーアウトで、キャッチャーは誰がいいんだろう。投げました、打った、小笠原、ボールを取る、二塁を送る、いいよ、いいよ。そういえばさ、話したいことがあるって話をしてさ、プレーボール始まってから言うわって言っても3回まで来ちゃったんだけど、話投げた、打ちました、強打、昨日ね、すげえ久々にね、食べ放題のお店に行ったんですよ。横浜 DeNA ベイスターズ対超美味しかった。そんだけの話をね、すっごいじゃん、超美味しかったなと思ってさ。さあ、ここで監督は勝負に出ました。投げた、打った。ライト方向へ持っていきました。甘いものの食べ放題のお店に行ったんですよ。ケーキとかワッフルとかアイスとか、まあ、そういう食べ放題のお店に行ったんです。で、まあ、ただそれだけじゃなくて普通のフードメニューもあって、まあ、その食べ放題のお店によくある、なんですか、あのフライドポテトとかさ、カレーライスとかさ、まあ、そういうのも全然あって、まあ、メインはやっぱ甘いものだから甘いものが多いんですけども、フードメニューも充実してたんですよ。パスタとかさ、ピザとかも。めちゃめちゃ美味しかったんだよね。でそこにあったあのタンドリーチキンがまあうまくて、すごい肉も柔らかいし、このカレーの味付けもちょうど良かった。もう本当に俺の好みで美味しくて、でそこのカレーがもう結構その具が溶けてるドロッとしたカレーだったんですよね。でまあ俺の好きなカレーなんですけども、もう見た目で具がないのが寂しくてさ、でタンドリーチキンを、まあ、具材として、で
タンドリーチキンカレーみたいなのを、ね、まあ、自分で作るわけじゃない。でチーズタッカルビもあったの。でそのチーズが別だったのさ、別に用意されてたの。間に合うんじゃないこれ。オッケー、走れ。あ、無理か。ピッチャーのエラー、ピッチャーのエラーです。タンドリーチキンカレーの話また後でね。興味ないかもしんないけど。大島、通算100ギダまであと5としています。ワンアウト2、3塁にします。第9投げました。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。天才じゃない。すごくない、これはすごいわ。今日2本のヒット、満塁でビシエド、ホームラン打っちゃいましょう。さあここで勝負に出ました。えっとい、さあここで監督は勝負に出ました。第2球投げました。打った。三塁ランナーはホームへ。セカンドフォースアウト。ドラゴンズ、いや、まあまあまあ、いや価値ある1点だよ。アウト2個やっちゃったけどな。ランナー1人を置いて迎えるバッターはアルモンテ選手。3割ぐらい残してくんねえかな、シーズン通して。初球打った、ライト落下点に入りました。まあ、ノーアウト満塁から1点か。まあ寂しいですよね、正直寂しいですけども。ドラゴンズ1点を追加しています。まあでかい1点は1点なんで、まあまあまあよしとしましょう。ポジティブで終わりましょう。トップバッターは桑田、投げました。おっとこれ当たった。コントロールというかいまいちですな。さあここで何を、ビッグベースボールか。第2球桑田からスタート。おっとまたデッドボール。バッターは3番外、今日はピッチャーゴロとショートへの偏差だ。え、投げました。あー、三振でアウト。小笠原勝負どころ。もう使えるのは外角ボール球、それで乗り切るしかないですよ。第3球を投げました。空振り三振で外角か。タイミングが合いません。ランナー2人を置いて、1球2個なら。さあここで勝負に出ました。エドワイ第2球投げた、打ちました。でそのね、タンドリーチキンカレーですよ。3アウトチェンジ。まあ、ご飯にタンドリーチキンをね横に乗せてカレーをかけてので、チーズタッカルビのチーズが別だったからさらにプラスチーズをかけるというね。まあうまそうでしょ、もううまそうでしょ。5、6杯食べてやった。超食ったよ、めっちゃ食ったね。で実写動画を見ていただいている方は、まあ、ご存知の方もいると思うんですけども、俺ってダイエットして今の体型になってるんですよね。で、まあ、1年ぐらい、まあ、ずっと体重キープしてってことをやってるんですけども、ダイエット終わってからかな、ダイエット終わってから、ダイエット始めてから一番食べた昨日が。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。今朝体重 3.4 キロ増えた。あと5分としています。打ちました。ビシエド取った。ビシエド自分でベースを踏んでアウト。バッターは7番山田。ごめん、デッドボールと三振。言っていい、やってしまったなってことが、あのおしゃべりに夢中で高め空振り三振。ピッチャー変えればよかったなと思って、代打出しとけよかったなと思って。センターライナーと三振。打ちました。小笠原君待ってたよね、ごめん、今本当に話に夢中だったの。すっげえ美味しかったんだから、タンドリーチキンカレー俺が作ったやつ。まあ結果いいな。あ、こっからか、よかった。はい、ピッチャー交代、代打。先頭バッターはピッチャー小笠原。ここまで2打席連続三振。誰が面白いの。え、亀澤選手って総力 C ぐらいなの。あ、そうなんだ。誰面白いんですか。大丈夫だよな、変えてな、勝ちパターンもあんま分かってねえけど、やってくぞ俺は。両打ちが2人いるのか。まあちょっとモヤ選手いきましょうか。バッターは代打モヤに変わりまして、第9投げた、初球から打ってった外、ボールを取る、一塁送球アウト。これあれだな、キラッタ、
選手を把握するのもそうだし、それ以上にちょっと自分の中でのパターン化を決めておかないと毎度しんどいぞこれ。さあここで監督は勝負に出ました。第2球投げました、打ちました、取ってこれで3アウト。一応俺の中では12球団の中で日ハムが一番知ってると思ってるんですけど、ちょっと待ってよ、まあ単純にモヤ選手変えますか、誰だ、多分祖父江選手は俺の中で8回とかだな。やべ全然わからん。あ、ロドリゲス選手能力高いですね。7回行きましょうか。ドラゴンズピッチャーを交代し、7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃、トップバッターは桑原選手、どうにかせんと。よし、一塁送球、守備固めとかってできんのか、なんかもうそこ整ってるってイメージになっちゃってるんだけどさ、第5球投げました、打ちました、ファースト右への打球、守備が上手い選手中日誰だ、多分誰かいるな、2アウトランナーありません、バッターは3番外、第5球投げました、打ちました、福田掴んだ、一塁へ送る、いいね、アウト、スリーアウトチェンジ、ロドリゲスこの回で祖父江選手出して鈴キンブレラだな、言いにくいんだよな鈴キンブレラってな、左の石田ドラゴンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります、先頭バッターは大島、相方2個目空振り三振、大島全くタイミングが合いません、投げました低め、ボール球打った、ナイバッチ、これビシエド選手にダイソー出したとして、ファースト、あきつい、ビシエド選手ってファーストどんぐらいうまいの、あ守備のこと考えて出せねえな、1、2塁間を抜いてください、投球は3球目、投げた、内角ボール球、理想通り、ボールは中継、追加点取りましょうか、ちょっと不安があるから点をいっぱい取っとこうぜ、初めてのヒットになりました、さあ試合の行方を左右、入れてこい、ここで勝負に出ます、打ちました、2塁ランナー3塁へ、2塁フォースアウト、セーフ、よく走りました、高橋いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています、止まれ、さあ6球目、一塁ランナー自動的に打った、これで3アウト、結局ランナー2人、8回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります、この回の先頭イニングまたぎを持ってるってことはセットアッパーなのか、どうなんだ、わかんねえや、とりあえず俺の中では祖父江選手でっていう感じでやっていくぞ、ドラゴンズピッチャー交代です、ロドリゲス、現実的には誰が何をやってるんだろうな、第3球146キロ速球、空振り三振、筒香全くタイミングが合いません、投げた、リリーフピッチャーはいい選手本当なんか揃ってますね、リリーフピッチャーはって言い方しちゃったらなんか先発はってなっちゃうけど、そういう意味ではなく、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、祖父江この回きっちりと3人で抑えています、なんか誰出しても正解じゃねえのと思うぐらいになんかすげえ能力が高い気がする、さあいよいよ9回に入ります、トップバッターは松井、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、亀澤選手を守備固めとかになってくるのかな、ごめんね本当分かってないでしょ、多分もう見てて伝わってると思う、ああマノッチ中日のこと本当分かってねえんだなっていうのは、ピンチヒッターは藤井正人に代わりまして藤井、第5球
投げた、打ちました、打球はピッチャー後方、いろいろ模索しながらやってるから。マウンド後方をつかみました。これでワンアウト、ランナーありません。じゃあ亀澤選手出しましょうか。亀澤選手でもホームランだったらパフォーマンス出るよね、確かね。平田選手どっちでもいいんだよね。投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、センター方向へ持っていきましたが掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番。まあ多分動画のどっかでは出ると思うけども、打ちたいですね、ホームランね。平田選手、亀澤選手でパフォーマンスしたいですね。打ちました、いい当たり、外、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ、ドラゴンズ3。セカンドか、なんかすげえサードのイメージが強い選手だけどな。あ、福田選手が入ってるからか。ファースト38か。ちょっと待てよ、守備交代で、外野手はそこまで無理に変えることもないぐらいの感じかな。まあ、平田選手、大島選手はもう硬いよね、外野はね。アルモンテ選手わからんな難しくねえか。ドラゴンズピッチャーを変えてきました。バッターは第中川、第3球を、あ、登場シーン見ればよかった。あ、違う、やんねえか、どうせポーズやってくんねえか。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは8番伊藤、次が5球目。いいよ、リリーフピッチャー誰もヒット打たれてなくね。ドラゴンズここは何としても、さあここで勝負に出ました。さあここで監督は勝負に出ました。ライト前、第9投げました、初球打ってきた、抜けた、じゃない、どうしようかな。神里ナイスバッティングです。走る、警戒しみっか警戒しみっか、走っては来ないと思うけどな。集中もないし、もう何が怖いって今一発が怖いんですよ。ピンチを広げてしまいました。さあ集中してこの対戦に挑みます。第2球投げました、外のボール球、ったビシエド、取ってくれ、取りました。 OK、 よかった、ちょっと怖かったね。まあ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 、やりました、初陣飾りましたよ。さて本日のヒーローはビシエド、本当に今日は、はい、やってて面白いですね、中日ね。その選手が分かんないから考えながらってのももちろんあるんですけども、監督能力が面白い、あの気合でしたっけ、あれがいいわ。あと選手面白いかな、選手の能力というか、なんかどうにでもなる選手が多い気がするかな。誰が面白いのかな。あ、伊織くん連れてきたいですね。遠藤選手あれか、外れてんのか、一軍からは。連れてきたいな。ショートどんぐらい。あ、外野が高いんだ。足速。まあ遅から早かれネオくんは出るでしょうね。デタラメに守備がめちゃめちゃうまいっていう選手は誰になるんだ。そこまで守備特化した選手っていないの。いや、まあうまいけどさ、
いわゆる守備要員みたいな、めちゃめちゃうまい、いた。ファーストか、15か。これ俺思ったけど、ビシエド選手書いた時点で相当やばくなんない？中日って。えらいことになるよね。あ、もや選手がその枠に入れるか。もしビシエド選手がいなくなっても。よし、まあとりあえず今回ここで終わりましょうか。まあちょっとだけ日程進めておきます。これ以上ないぐらいに伝わったと思うんで、俺が中日のこと本当に知らないっていうのはよろしくお願いします。覚えるから覚えていきます。はい、では、明日もまた頑張っていきましょう。終わります。終わり。バイバイ。